はい、今回はメールアドレスをアップロードしてカスタムオーディエンスを作成する方法について解説したいと思います。まず広告マネージャーからすべてのツールオーディエンスをクリックしてください。続きましてカスタムオーディエンスを作成、こちらをクリックしてください。続いてカスタマーファイル、こちらをクリック。続きまして、ファイルを選択する、またはデータをコピーして貼り付けるをクリックしてください。こちらに、新しいファイルを追加、CSV またはテキストとあるのですが、こちらにファイルをアップロードしてください。コピーして貼り付けることもできるのですが、ファイルでアップロードした方が、簡単にできます。今回はテキストファイルでアップロードしてみたいと思います。アップロードが完了しましたら、次を押してください。続きまして、アップロードして作成、こちらをクリックしてください。アップロードエニウェイ、こちらをクリック。すると、このようにカスタムオーディエンスが作成できました。今回は以上になります。